カームヤネツイコールポジーリシクイ。カームヤネツイコールポジーリシクイは、ウクライナ南西部、フメリヌイチクイ州の都市。アルメニア語ではポーランド語名では、カミエニエツイコールポドルスキ、ロシア語名では、カーメネツイコールポドリスキーと呼ばれる。スモトリチ川沿いにある。かつては、カームヤネツイコールポジーリシクイ州の州都であったが、1941年に、 州都がフメリヌイ地チクイに移動して以後、フメリヌイ地チクイ州に属するカームヤネチイコールポジーリシクイ地区の行政中心である。市そのものは州内の分離した地区として設計された。カームヤネチイコールポジーリシクイは、フメリヌイーチクイ州の南部にあり、ウクライナ西部ポジーラ地方にある。スモトリチ側はドニエストル側の支流で市内を通過する。 市面積は27.84平方キロメートルである。市は、州都、フメリヌイーチクイからおよそ離れている。現在のカームヤネチイコールポジイリシクイに相当する集落が初めて文献に登場したのは、キエフルーシの集落として記載された1062年で、あるとされる。1241年、この一帯は、モンゴルのルーシ,シンコロで破壊された。 1352年、ポーランド王、カジミエシュ大王によって、ポーランドへ併合された。以後の440年以上は、ポーランド時代となった。その後、ポーランド・リトアニア連合の下、ポーランド王国の貴族とリトニア大公国の貴族の間でこの地の所有権が頻繁に売買された。1430年にこの地は、ポーランド王国の領地として、最終的に決定された。 古い城は再建、拡張され、1432年にこの地は新たに、設置された、ポドレ県の県と、カミエニエツイコール、ポドルスキと命名されて、よーとしかし、マクデブルク法が適用され、文民、軍領法の行政中心地となり、商人の経済活動が保護、保障され、急速に発展した。ジグムント2世、アウグスト王は、カミエニエツイコール、 ポドルスキシ住民の役を免除し、もっぱら牛の取引市場の運営に携わることを許可した。その結果として、ポーランドリトアニア連合を呼び、ポーランドリトアニア共和国から見て、オスマン帝国やクリミアタールの進行が予想される南西部を防衛するため、歴代のポーランド王たちは城を拡張することになった。17世紀前半にカミエニエツイコール、 オドルスキ市の人口は3000人から1万人に増加した。市には400人近くの職人たちによる16ものギルドが形成された。毎年3つの盛大な市が開催され大いに賑わった。この時代には川沿いに要塞の防衛線が延長され、何度もあったオスマン帝国軍の攻撃を全て跳ね返し、ポーランドの東部辺境地帯において無敵の防御力を誇った。 1617年には新しい城が少し離れたところに建設されたが、この城はオスマン帝国の攻撃に耐えられなかった。ウクライナコサックの首領、ヘイチマンボフダンフメリニツキーが起こしたフメリヌイーチクイーの乱、1648年から1658年の最中、ユダヤ人共同体はコサック軍から多大な被害を受け、もう一方では、 クリミアタタール人から攻撃を受けた彼らの主な目的は身代金の強奪にあった。しかし反乱軍にはカミエニエツイコールポドルスキ攻撃に成功するほどの能力はなく数度攻撃を試みた後諦めて死の要塞戦には近づかなくなった。フメリニツキーはロシアツァーリー国軍を連れて1655年にも死への攻撃を 計画、三週間の間に9度の突撃を試みた、ものの全て跳ね返れた。ところが1672年、オスマン帝国が10万とも30万とも言われる、大軍となって、死を攻撃、フランス製の大量の火器を用いて、陥落に成功した。ポーランド軍司令官は撤退の際に、死の火薬庫を爆破。この轟音はあまりに大きいため、共和国全土に、響いたという伝説まで生まれた。 1672年の,の後、カミエニエツイコールポドルスキは事実ウェオスマン帝国の一部となり、一地方ポジイリアの首都とされた。ポーランドイコール、リトアニア共和国に対するトルコの脅威へ向け反撃しようと、ヤン三世ソビエスキは、近郊の聖なる三位一体の残豪に要塞を築いた。1699年、カルロビッツ条約に従い、カミエニエツイコールポドルスキは、 アウグスト二世地下のポーランドへ返還された。要塞は継続して拡張され、ポーランドリトアニア共和国内最強の要塞とみなされた。要塞の保存された廃墟には、多様な包囲線から敵に打ち込まれた鉄の砲丸が今も残っている。18世紀に入ると、ポーランドリトアニア共和国は急速に衰退したものの、最後のポーランドを、 リトアニア大公となったスタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキは、オランダからポーランドへ帰化した建築家で、ポーランド王国陸軍中将のヤンビッテに命じて、カミエニエツイコール、ポドルスキの要塞の全面整備を行った。18世紀の半ば頃、カミエニエツイコール、ポドルスキのユダヤ人は、ユダヤ人、ユダヤ教の有志以来の主流であるタルムード派、ラビテキユダヤ教、 敵対者はと対立するヤコブ・フランク派、シャブタイビ、シャブタイ派の流れを組むユダヤ教神秘主義派の二杯の対立の中心地となった。フランク派はタルムードでなくやはりユダヤ教において重要なラビ文学であるカバラを信奉し、多数派のラビたちと対立した。フランク派はそれを死のキリスト教徒のデンボフスキ司教に伝え、彼らの要請で、司教はフランク派とタルムード派。 実際上の有志以来の主流、多数派ユダヤ教徒公開討論会を開催した。ラビたちは、タルムードの教えが解釈によっては、キリスト教会の権威を否定する内容であることを知っており、討論会の席では、反ユダヤ主義者のキリスト教司教は、ヤコブ・フランク派のユダヤ人の勝利を宣言、ユダヤ人、主流派、タルムード派に対しフランク派へ賠償金を支払うことと、 彼の教区にあるタルムードをすべて焼却処分することの二つを命じた。この文書は1757年に行われた。司教の守護フランク派は実質上遺憾とされ、タルムード派に排斥されることとなったが、当時のポーランドをアウグスト三世は直令を出し、主流派からフランク派を保護した有士以来の神秘主義、ハシデズム、シャブタイ派、デンメなども参照。 1793年の第二次ポーランド分割から、死は、ロシア帝国に属することとなり、カミエニエツイコールポドルスキーは、発音がロシア語のカーメネツイコール、ポドリスキーとなり、ポドリエ県の県とされた。つまり、ピョートル一世は二度カーメネツ要塞を訪問し、その防衛施設に感銘を受けた。党の一つは、ウスティム・カルマリュークの独房とされた、 カルマリュクは19世紀初頭に起きた農民反乱の指導者であった。カルマリュークはカーメネツ要塞から3度逃亡を図った。カーメネツは裕福なヨゼフ・ユンツブルクの住宅もあった。19世紀半ば以後、多くのユダヤ人たちがカーメネツからアメリカ合衆国へと移住した。特に彼らはニューヨークへ移り、いくつかのソサイエティを組織した。1915年。 死は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国に占領された。1917年のロシア革命で、死は事実上いくつかの短期に終わったなウクライナ国家の中に併合された。ウクライナ人民共和国、ウクライナ国、ドイレクトウリア、最終的に、ウクライナ社会主義ソビエト共和国に含まれた。ポーランドソビエト戦争の間、カーメネツは、ポーランド軍に占領されたが、 あとに1921年のポーランドソビエトリガ平和条約においてボリシェビキ側へ割上された。このことで一体が70年もの間ソビエトウクライナの一部となる運命を決定づけられた。ポーランド人とウクライナ人は常に死の人口の多くを占めてきた。しかし貿易の中心地としてカーメネズは多民族社会かつ相当な人数の少数派ユダヤ人とアルメニア人の いる、多宗教社会でった。ソビエト連邦時代、厳しい迫害がなされ、ポーランド人の大半がシュベリアへ追放された。ソビエト主廃初期には、カームヤネツイコールポジーリシクイーは、ウクライナソビエト社会主義和国のカームヤネツイイコールポジーリシクイシュー州の州都であった。しかし、行政の中心は後に、プロスクリーブ、現在のフメリヌイクイチへ移った。1927年、 モヒリーウイコールポジーリシクイ、カームヤネツイコールポジーリシクイ、ティラスポリといった南部ウクライナでソビエト体制側に対する農民と工場労働者の強固な反乱が起こった。モスクワから軍がこの地域に派遣され、社会不穏な動きを抑圧、およそ4000人の死者を出した。アメリカ合衆国によれば反乱側は無本についての報告を送った。これは当時完全に クレム人の公式報道機関によって打ち消された。最初の、そして最大の大量虐殺事件の一つが、1941年8月27日から28日に、かけ、死の近郊で起こった。この2日間で23,600人のユダヤ人が殺害された。その多くは14,000人から16,000人と言われるハンガリー系ユダヤ人。 そして地元のポーランド系ユダヤ人であった。ホロコーストの調査が指摘するところによると、カームヤネツイコールポジーリシクイの虐殺は、ナチスの最終的解決としての最初の行動であり、その犠牲者の数は五つの形態がある。目撃者は、殺害者たちは、地元住民からその殺意と殺害実行を隠そうとしなかったと証言している。1991年。 ウクライナのソビエト連邦からの独立により、カームヤネツイコールポジーリシクイーは、ウクライナ領となった。異なる民族、異なる文化が混在してきたことから、カームヤネツイコールポジーリシクイーは、市内に独特の文化と建築物を持つ。これらの例として、市には、ポーランド人、ルーシ人、アルメニア人の市場があったという事実が含まれる。 カームやネチイコールポジーリシクイにおける有名な観光地には、古城、旧市街にある聖ペテロ、聖パウロ大聖堂、市庁舎、要塞、防衛施設といった建築物がある。スモトリチ側の渓谷での気球のイベントも、市内へ観光客を引き寄せている。1990年代後半から、市は、西ウクライナの観光中心地として成長してきた。 毎年開催されるコサックゲームズ、コザッキザベイビ、ー、そしてウクライナの気球選手権のオープンが含まれるフェスティバル、カーレース、多様な音楽、芸術、演劇活動で、概算して14万人もの観光客が訪れ、地元経済を活気づけている、6カ所以上ある施設ホテルが最近建設された。一部の歴史からは、カームやネチイコールポジーリシクイーが、 ウクライナの一部と同様、現在のルーマニアとモレドバに住んでいた、ダキア人によって建設されたと主張する。歴史からは、建設者たちが、定住地を、ペトリダバ、ペトリダバ、または、クレピダバ、クレッポダバと名付けたという。これは、ギリシャ語のペトラ、ペトラか、ラテン語のラピス、ラピスからなしている。ラピスとは石を意味し、ダキア語のダバは死を意味する。死の二部分からなる。 名前の最初の部分、カームヤネツイは、カーミニに由来している。これは、古東スラブ語において、石を意味する。第二部分の名、ポジーリシクイは、歴史的な地方名、ポジイリノという意味である。カームヤネツイコールポジーリシクイは、歴史的に首都とみなされてきたのである。氏名は、各国の言語で似たように書かれ発音される、イリッシュ語、コメナッツである。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。